こちらに来てみた、うん、やばいだろ、ここも入っちゃったね。ロサンゼルス時間で午前8時です。12月16日水曜日 LA モーニングの時間です。おはようございます、新海ケーキです。今日もトーラースにあります TGS ラジオのスタジオから生放送でお送りしていきます。さあ今日はまずお天気からお伝えしていきましょう。どうでしょう、ラジオの前のあなたのお住まいの地域、このですねサウスベイ、朝は冷えてました、寒かったな、久しぶりになんかキリッと、した感じでしたけど、今日の天気、ロサンゼルスカウンティ、オレンジカウンティともによく晴れそうです。そして現在の気温、ダウンタウンロサンゼルスって華氏49度、摂氏9度、低いですよね。オレンジカウンティ、アーバインは華氏48度、摂氏8度です。今日の予想最高気温、ダウンタウンロサンゼルス華氏73度、摂氏23度、オレンジカウンティ、アーバインが華氏70度、摂氏21度。そしてバレー方面、ノースリッチ、華氏72度、摂氏22度。イースト LA、ウエストコビナーが華氏73度、摂氏23度。そしてサウスベイ、トーラース予想最高気温は華氏68度、摂氏20度です。今日のサンセットの予想時刻、午後4時46分、ロサンゼルスカウンティが、そしてオレンジカウンティが午後4時44分となっています。さあ、交通状況をお伝えしますね。まずノース方面から、405番サウス、バーバンクブルバード付近からゲッティセンタードライブ付近にかけて時速21から30マイル。セントラル方面110番ノースフローレンスアベニュー付近からバーノンアベニュー付近にかけて時速18から29マイル。5番サウスダウンタウン内からフリーウェイ710番との交差付近にかけて時速16から36マイル。そして逆側5番ノース、そして101番ノース、10番ウエストともにダウンタウン内は混雑しています。イースト方面60番イースト、7時25分頃パラマウントブルワード付近で事故がありました。現在レフトレーンがブロックされています。この影響もあってガーフィールドアベニュー付近からパラマウントブルバード付近にかけて時速6から31マイルの渋滞。5番ノースフリーウェイ605番との交差付近からガーフィールドアベニュー付近にかけて時速40マイル前後と流れが悪くなっています。ウエスト方面405番ノースフリーウェイ90番との交差付近からセプルベダブルバード付近にかけて時速18から27マイル。10番ウエストバーモントアベニュー付近からロバートソンブルバード付近にかけて時速13から29マイルの渋滞。サウスベイ方面91番ウエストセントラルアベニュー付近からフリーウェイ110番との交差付近にかけて時速40マイル前後と流れが悪くなっています。オレンジカウンティ方面405番ノース6時14分ごろステュードベーカーロード付近で事故がありました。現在右側2レーンがブロックされています。この影響もあってバレービューストリート付近からステュードベーカーロード付近にかけて時速12から27マイルの渋滞。5番サウスフリーウェイ57番との合流付近からタスティンランチロード付近にかけて時速18から34マイルの渋滞です。55番サウスフリーウェイ22番との合流付近時速30マイル前後と流れが悪くなっています。この後も安全運転をお続けください。さあ
今週と来週は TJS ラジオはプレゼントウィーク、まあハワイウィークとでも言っておきましょうか、お送りしています。ハワイホノルルにありますサチハワイ総合不動産会社からですね、ハワイのお土産として人気ですよね。私もこれ食べたことありますが、ホノルルクッキーを9名様、そして1名の方にはハワイのコーヒーとかね、ハワイのパンケーキミックスなどのハワイの美味しいものを詰め込んだボックス、これをプレゼントしています。合計10名の方にプレゼントが当たるというわけです。今週10名、そしてさらに来週も10名ですからね。プレゼントが欲しいという方はですね、あなたのインフォメーション、住所とかね、電話番号あるいは E メールアドレス、名前、こちらをお書きになって、そしてですよ、ハワイでバケーション過ごすなら何をしたいというメッセージも忘れずにお書きになって、 E メールの方、radio@tjsla.com、 radio@tjsla.com、 あるいは TJS ラジオウェブサイトのトップページにありますリクエストフォーム、プレゼントフォームがあります。こちらからご応募ください。あのトップページにですね、サチハワイ総合不動産会社のお知らせのところ、なんかリンクが貼ってあるんですよ。で、そちらを行っていただけると、あの、プレゼントフォームのリンクもその中にありますので、ご覧になってください。あのね、リンク見たらね、まあ、素敵なコンドミニアムだったりね、住宅だったり、そんなのも掲載されています。ね、僕は実はハワイにまで行ったことがないんですね。行きたいな、行きたいな、行った方羨ましいな、なんて思いながらですね、僕もですね、ハワイでバケーションを過ごすなら何がいいかなって、月曜日はハワイに行ってラーメンを食べるなんて言いましたけどね、そうじゃない。そうですね、私はもう 4,5 年前にですね、1年というか、あの2回ぐらいですね、サーフィンにトライしたことがあるんですね、こちらで。で、その時はですね、まあ簡単に言うと、あの漂流で終わったわけですね。あの、あったかいところで、もう一回ちょっとちゃんとね、あの、浮きやすい体ですのでね、はい、やってみたいな、なんてハワイで、なんかサーフィンにトライしてみたいな、なんていうふうに思います。さあ、後ほど、このハワイのね、不動産のちょっと美味しい情報、いい情報なんかもお伝えしていきますので、そちら、お楽しみに。そして、プレゼントの当選者はですね、今週の締め切りは18日金曜日、当選者は週明け月曜日に発表いたします。で、2週連続ですから、これ毎週ごとに当選者発表していきますので、どしどしご応募ください。もうね、ハワイでどんな風に過ごしたいかなんていうメッセージいただいてますよ。ラジオネーム、朝は紅茶派さんからいただきました。今日私もですね、久しぶりに朝紅茶を飲んでおります。いいですね、心が落ち着きますね。ハワイで何したい、ハワイに行きたい、行きたいと思いつつ、まだまだ先のこととなりそうなので、ハワイでの妄想を膨らませています。まだ人生において一度も乗ったことも運転したこともないオープンカー、アメリカでの免許証も取得したので、海岸をオープンカーでドライブしてみたいと。いいですね、なんかハワイでオープンカーでドライブ合いそうで、やっぱ海岸沿いが合いますもんね、なんとなくオープンカーって。そうか、こんな妄想もありますね。さあ、このようにですね、ラジオの前のあなたも妄想を膨らませてください。ハワイでこんなことしたいというね、妄想も書いて応募してみてください。さあ、もちろん今日もですね、それ以外のメッセージもお待ちしておりますよ。 E メールの方、radio@tjsla.com、 radio@tjsla.com、あるいは TJS ラジオウェブサイトトップページのリクエスト、メッセージフォームからお送りください。そして今日もですね、もし見られる環境にある方、一度覗いてみてください。まだ見たことがないという方、実はこのスタジオの様子、映像生配信、YouTube ライブというのをやっているんですね。YouTube を立ち上げていただいて、で、検索で TJS スペースラジオとアルファベットを入力していただければですね、今日の日付の LA モーニング、そして夜パート2というところがあります。そうするとですね、あ、今スタジオはこんな風になっているんだというのが見ていただけるんですね。現在どうなっているかというと、私が LA モーニングを担当しているので、今マイクの前で話をしている姿が映っているんですが、この後、インターネットラジオで9時10分頃からお送りしているパート2、LA モーニングパート2という番組もあるんですよ。こちらバイリンガルでの放送になるんですが、その
英語担当、もちろん日本語もね、喋るんですけど、サムさんももう準備のためにスタジオに入っています。そんな様子がね、手に取るようにわかりますので。で、なんて言うんでしょう、チャットがね、あるので、チャット、リアルタイムでね、メッセージ書き込んでいただくことができます。そうすると、リアルタイムで私も見ることができますので、ぜひ利用してみてはいかがでしょうか。もうサムさんがね、書き込みをしてくださっていますが、完熟トマトさん、おはようございます。山梨から。うわぁ、0.9 度、寒いですね。あ、カメラが変わった。広角になりましたね。正解。はい。昨日から変わってるんですね。そして、ステゴガールさん、おはようございます。ね。あ、流れ星見ましたか。ね、双子座流星群が、一応ね、今日の夜ぐらいまでは見られるそうなんですよね。そして、ケイさん、おはようございます。サンペドロも10度で寒いです。そうですよね。マサさんもおはようございます。マッキーさん、今朝も冷えたねって。ほんと冷えましたよね。そして、マッフルさんもおはようございます。寒いねって、ほんと寒いですよね。ヤスさん、おはようございます。そして、こんばんは。日本で聞いてる方に対して、こんばんはですね。今、そっか、イースト LA は11度、寒いですよね。マッキーさん、ハワイ行ったらフェラーリのレンタカー乗ってみたいな。それはハワイに限ってですか？こっちでもいいんじゃないかな。ダメ、やっぱハワイですかね。はい。新海さん、すっきり痩せたな。ちょっと痩せてきたでしょ。うん、頑張ってるの。ね、だから、なんだろう。ちょっとね、海では浮きづらくなってるかもしれないですけどね。そんな変わってねえってね。はい。こんな風にね、はい。うん、あ、そうか、こっちではね、車が多くて怖いから、うん。フェラーリなんかとてもレンタカーで借りれないということですね。こんなメッセージも書き込んでいただくことできますので、ぜひ利用してみてください。さあ、ということで今日もですね、この後午前9時まで生放送でお送りしていきます。そうそう。今まで実はね、流れていたけど、皆さんあまりお気づきになっていないですね、コーナーがあるんですね。動物キャラナビというコーナーがあるんですけど、今日からリニューアルしてるんですね。今まで日本で作っていただいた素材を流していたんですけど、私も参加させていただいて、今日は水曜日コーナー豊富になりましたね。朝一番風水寄せがあります。そして、動物キャラなり占いが真ん中にあって、そして、ちゃんとドクターとのデンタラメニューもありますので、ぜひお聞き逃しなく。さあ、今日もですね、この後午前9時まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。さて、メディケアアニュアルイレクション期間が12月7日で終わりましたが、これで変更したい方は来年の10月までは変更できないんでしょうか？いいえ、来年の1月1日から3月31日までの間、メディケアアドバンテージの間であれば変更可能です。それでは、例えば歯の治療費を2000ドルまで負担してくれるとか、パート B の掛け金125ドルを負担してくれるプランにも変更できるわけですよね。はい。では、この期間に限らず加入できる場合を教えていただけますか？例えば、65歳になる方、退職で会社の保険がなくなる方です。それでは、そのような方、または変更を希望される方はどうしたらいいんでしょうか？私、桐原にご連絡ください。すべて無料でお手伝いいたします。なお、Zoom によるメディケアセミナーも随時開催しています。ご相談、ズームセミナーに関しては、info@保険411.com か、310-381-9505、保険411の桐原さんまで。時刻は8時12分です。ニュースをお伝えします。まずは新型コロナウイルス関連のニュースからお伝えします。アメリカでの新型コロナウイルス新規感染者数が過去24時間で24万8千人を超え、過去最多を更新したと昨日ジョンズ・ホプキンス大学が発表しました。死者は昨日1日で2706人増えました。保健当局のデータでは、新型コロナウイルスの入院患者は現在11万3千人で、3月にパンデミックが始まって以降最多水準だということです。カリフォルニア州公衆衛生局が発表した新型コロナウイルスの感染者数は昨日1日で3万1903人増えて164万7554人、亡くなった人は295人増えて
21,495 人となりました。ロサンゼルスカウンティ公衆衛生局が昨日発表した新型コロナウイルスの感染者数は昨日1日で 11,194 人増えて 543,769 人、亡くなった人は86人増えて8,431 人です。ロサンゼルスカウンティ公衆衛生局が昨日発表した新型コロナウイルスの感染者数は昨日1日で2173人増えて107,937 人、亡くなった人は1人増えて1695人となりました。アメリカ食品医薬品局 FDA は11日、医師の処方箋がなくても買える新型コロナウイルス感染の検査キットに緊急使用許可を出しました。これまでの家庭用検査キットは医師の処方箋が必要だったり、採取した検体を検査機関に郵送する方式だったりしたため、自宅で全て完結するキットの承認は初めてとなります。また症状が出ている場合は陽性者の 96% を陽性、陰性者の 100% を陰性と正しく判断することができ、症状がない場合は陽性者の 91%、 陰性者の 96% を判定できたと報告されています。検査キットは来月中に300万回分以上のキットを生産する予定で、アメリカ国内のドラッグストアなどで販売されます。価格は30ドルに設定される見通しです。14日から接種が始まったファイザーとドイツビオンテックの共同開発による新型コロナウイルスワクチンは15日、数百箇所の追加配布拠点に向けて出荷が行われ、数千人の医療従事者が接種を受けました。ファイザーとビオンテックのワクチンは今日さらに66箇所の拠点に出荷される予定で、当局者は今週末までに290万回分の配布を目指しています。カリフォルニア州のニューソム知事は、インヨ郡、サンディエゴ郡、ロサンゼルス郡向けに冷蔵トレーラーなどを手配したと表明、軍の病院船の再派遣について連邦政府と協議を始めたことも明らかにしました。アメリカでは14日、先月の大統領選挙の結果、各州で選ばれた選挙人の投票が全米で一斉に行われ、民主党のバイデン次期大統領が正式に当選に必要な過半数の票を獲得しました。これに対し選挙での不正を主張するトランプ大統領は敗北を認めない姿勢を崩していませんが、大統領を支える与党・共和党の上院トップ、マコネル院内総務は15日、昨日、演説で選挙人による投票で次期大統領が公式に決まったと述べた上で、バイデン次期大統領を祝福したいと祝意を表明しました。共和党の最高幹部がバイデン氏の当選を認めるのは初めてとなります。ロシア大統領府は15日、プーチン大統領がアメリカ大統領選挙での当選を事実上確定させた民主党のバイデン前副大統領に祝電を送ったと発表しました。各国首脳はすでにバイデン氏に祝意を示していますが、プーチン氏は公式結果を待つとして祝電を送っていませんでした。またプーチン大統領に続いてブラジルのボルソナロ大統領も昨日、バイデン次期大統領が大統領選挙の選挙人投票で勝利を確定したのを受け、初めて祝意を表明しました。ボルソナロ大統領はトランプ大統領の盟友を辞任し、選挙期間中にはバイデン氏を名指しでこき下ろしていました。バイデン氏の勝利を認めたのはアメリカを除く20カ国地域 G20 首相の中で最後となりました。国際的な NPO ジャーナリスト保護委員会は15日、取材活動を理由に当局によって投獄されているジャーナリストは今月1日の時点で世界で少なくとも274人に上ると発表しました。これはこの団体が1990年代前半に調査を始めて以降最も多いということです。国別では中国が47人と2年連続で最も多く、次いでトルコが37人、エジプトが27人、サウジアラビアが24人でした。最も多かった中国では新疆ウイグル自治区で罪名を明かされずに投獄されたケースや、新型コロナウイルスに関して政府の見解と異なる報道をしたなどとして逮捕されたケースがあったとしています。また世界で投獄されているジャーナリストのうちおよそ3分の2が国家に反対する活動を行ったとして罪に問われたということです。日本のニュースです。
経済産業省は GoTo イベントのチケットの割引と GoTo 商店街の人が集まる催しについて今月28日から来月11日まで全国で一時停止すると発表しました。このうち GoTo イベントについては割引の対象となっているイベントのうち今月28日から来月11日までの間に開催される全国およそ1000件についてチケットの販売は行うものの割引を停止します。すでに購入した割引チケットはそのまま使えます。また GoTo 商店街についても採択された商店街の事業のうち今月28日から来月11日まで行われる人が集まる催しはすべて中止します。中止になるのは全国で100件程度だということです。また GoTo イートについて経済産業省は知事の判断で食事券の販売停止などの措置を講じてきているが加えて都道府県知事に対して今月28日から来月11日までの間食事券の新規販売停止と販売済み食事券や付与されているポイントの利用自粛の呼びかけを検討するよう強く要請することを決定したと述べました。菅総理大臣が5人以上で会食し野党側が批判していることについて菅総理大臣は記者団に対し昨日他の方との距離は十分にあったが国民の誤解を招くという意味においては真摯に反省していると述べました。政府が大人数での会食をできるだけ控えるよう呼びかける中菅総理大臣は14日東京都内のステーキ店で自民党の二階堂幹事長や林幹事長代理らと5人以上で会食し野党側から批判が出ています。では株と為替の値動きです。今朝のニューヨーク株式市場ダウ工業株30種平均は昨日の終値と比べ14ドル3セント安い3万185ドル28セント。ナスダックは昨日の終値と比べ 23.09 ポイント上がって 12,618.98 ポイント。SP500 は昨日の終値と比べ 5.23 ポイント上がって 3,699.85 ポイントです。今朝の外国為替市場ニューヨーク時間11時現在、円が強くなってますね。1ドル103円51銭で推移しています。時刻は8時21分になりました。さあ始まりました焼き鳥の鳥町コース。エントリーはささみ、もつ、軟骨、ネギ肉、砂肝と並んでいます。さあお食事のスタートです。ささみふんわりといいスタートだ。軟骨はコリコリとネギ肉も絶品だ。やはり秘伝のタレと紀州備長炭が味の秘訣か。お客さんの表情が満足そうだ。素晴らしい。あっという間に平らげた。さすが鳥松、人気ですね。鳥松はガーデナアーテジア沿い。お問い合わせは 310-538-5764 まで。この時間は小天小野さんによります朝一番風水寄せでお楽しみいただきます。今日はどんなお話が聞けるんでしょうか。楽しみに。皆さんおはようございます。風水師のショーン・テイショーノでございます。いよいよ2020年も師走でございますね。ということはそろそろ来年の予測を始めてもいいのかなと思いまして、2021年、田野との牛年はどのような年になるのか、風水的に来年の予測を何週間にわたってお送りしたいと思ってるわけなんですが、まずは田野と牛年のカノトの特徴でございますね。風水におけるカノトといえば陰陽、陰陽の陰の金、陰のメタルでございまして、美しくて優雅で繊細な宝石に例えられるんですね。とても洗練されたイメージなんです。あ、チルチルチルさん、しかしですね、その美しさの裏には探検のように冷たい残忍さがあるとも言われているんです。例えれば美人で残忍な生態号のイメージでしょうか。なんかおっかないんですが、一方カノと牛年の牛さんのイメージなんですが、牛というのは風水において風に属してまして、また五行に例えますと土を表すんですね。五行ってのは木火土金水の5つの要素のことなんですが、要は牛のイメージというのは暖かさのない冬の大地とでも言いましょうか。またその冬の大地には五行において土
土をサポートしてくれる火が全くないもんですから、ものすごく弱い土なんですよ。なんでその土はとても崩れやすいということでありまして、地震、地滑り、雪崩、火山噴火などの土の災害が発生しやすいように見えるんですね、2021年は。311東日本大震災は実際牛の日に発生しました。風水における牛は強力な水の五行も持ってますんで、洪水、激しい暴風、さらには津波さえも引き起こしてしまうことがあるんです。したがって2021年は水の災害にも気をつけなければならないと思うんですよね。心配なんですが、また土は道路と考えることもできます。不健康な道路は交通事故を引き起こす可能性がありますよね。カノト牛年は牛という弱い土の上にカノトという金属が乗ってますんで、不健康な道路を走る車と見ることもできます。要は来年深刻な乗り物の事故も起こってくるように見えるんです。60年前のカノト牛年を振り返りますと、いくつかの大事故がありました。例えば6月17日パリからストラスブールに向かう列車が脱線し、乗客24人が亡くなり109人の負傷者が出ました。9月10日にはイタリアの F1 グランプリでフェラーリのレースカーが観客に衝突して15人が死亡しました。あのダイアナ妃も牛の産経といわれる牛と犬と羊が揃うタイミングで亡くなられました。だんだん憂鬱になってきましたが、カノトと牛の特徴を合わせてみますと、2021年の見通しは非常に冷たくて暗くて恐ろしく危険に見えるんですが、皆さん心配はいりません。そのような被害を被らないために、皆様の風水や地中水面をお調べした上での対策があるんです。今日はお時間です。風水鑑定や地中水面のお申し込みはアーテージアスクエアのドラゴンごと、電話番号310-787-1891、サイレナッパナイパクイでございます。ではまた来週、ありがとうございました。朝一番風水寄せのお時間でした。ドラゴンゴッドへのお問い合わせはドラゴンゴッド USA.com。 来週のこの時間もお楽しみに。来年は牛年、来年牛年のあなた、運気は気になりませんか？はい、気になります。あのね、西洋暦で言うと私寅年なんですね。早生まれの寅年なんですね。ただ風水地中水命的に言うとですね、節分までが、前の年になるわけじゃないですか。そうするとですね、私牛年になるんですね。だからこういう地中水命とかにおいては牛年になる。牛年のあなた、運気は気になりませんか？めちゃくちゃなります。来年は牛、犬、羊の凶悪な組み合わせ、土の産経が揃いやすい年です。癌や胃の病、交通事故、離婚などが起こりやすくなります。7月、10月生まれや羊、犬年生まれは土の産経のリスクが強まりますと。実はですね、今月18日と30日は土の産経の対策が効きやすい日なんですって。今月の18日と30日ね、大晦日まで営業しておりますので、どうぞご予約ください。またですね、ドラゴンゴッドで過去に鑑定を受けられた方は来年の運気無料で調べてくれるんですね。お早めにご予約をお待ちしておりますというふうにいただいております。私もですね、もう予約しました。あれ、明日だ、明日の午後、いわゆるカンフル周水名というやつですか、はい、毎年ちょっとずつ変わるというのでね、聞きに行くのが怖いですね。牛年ですからね。でも行ってきます。電話番号もうご存知ですね。サイレナッパナ一泊位、310-787-1891、またはウェブサイトドラゴンゴッド USA.com、 ドラゴンゴッド USA.com のフォームからお問い合わせ、ご予約お願いいたします。さあ、そしてですね、どうでしょう、何度もこの番組ではお伝えしていますが、
ハイウォーターサンターナから発売されているマスク、ね、もう購入されたという方もいらっしゃいますし、もう実際にね、買ったよという方もいます。で、ね、そのつけてる方とお話してたんですけど、非常にやっぱりつけやすい、やっぱりその効果っていうのも重要、もちろんそれが一番重要なんですけど、そのつけ心地というのも非常に重要ですよね、なんて話をしてたんですね。耳のゴムがね、痛くないんですよ、ソフトで。で、きっちりと、ちゃんと口と、不織布マスクですけど、マスクの間に空間がね、生まれるような立体の作りになってるんですね。で、なんといっても、これは FDA でも認可されている、そう、あれですよ、食品医薬品局がちゃんとこれ認可を出しているエビデンスも見てね、実験結果見て、外からのウイルス 99.999% を止めてくれるというマスクなんですね。ね、これやっぱり高機能マスクってやっぱり若干値段が上がるんですよ。本来は99ドル50枚入りでするんですけど、 TGS ラジオのリスナーだよと言ってですね、連絡をしていただければ10ドル引きの89ドルで購入することができます。で、面白かったのが、先日このラジオを聞いてね、買いに行ってくださった方がいらっしゃるときに、ファイウォーターサンターナさんから電話がありまして、で、せっかくファイウォーターまで来たから、エコタウンに寄って帰りたいんだけど、エコタウンの場所知ってますっていうふうにですね、ファイウォーターの方に聞かれたそうなんです。で、うまく説明ができないから、新海さん場所教えてくださいって、リスナーさんが買いに行ってるときに電話が来て、で、そのまま、どうやらその方はですね、エコタウンにせっかくオレンジカウンティーまで行ったので行ったというふうに言っています。ね、本当セットで行っていただくといいかもしれないですよ。うん、エコタウンも、ファイウォーターも東西の通りですね、マッカーサーブルバード、沿いというか角にありますね。ファイウォーターサンタアナはあれはハーバーブルバードかな、ハーバーブルバードと、マッカーサーの角あたりにありますし、で、エコタウンは、サンタアナ店はね、マッカーサーとブリストルの角にありますからね。今ね、とにかくね、このクリスマス時期というのもありますし、例えば、バッグね、高級のバッグとか、そういうのの買い取り強化しています。だから、もう、ちょっと使ってないなーなんていうものがあったら、どうでしょう？この機会にちょっと整理してみてはいかがですか？多分ね、この時期強化、買取強化してるので結構、いい納得する値段出してくれるんじゃないかなというふうに思います。もちろんね、服なんかも含めてこれちょっと買取は難しいなというものもあります。そういうのはね、ちょっとこれ買取れませんなんていうふうに、ね、伝えてくれますので、で、もちろんね、売りたいもの、例えばこのブラックフライデーセールで買ってやっぱこれちょっといらなかったななんていうものがですね、リターンができないものなんていうのもセール品中にはありますので、これはぜひこういう機会に売ってみてはいかがでしょうか。これね、グッドウィルとかね、そういうところ行くと、あれドネーションになっちゃうので、お金もらうことできないのでね、はい、せっかくだったら数ドルでも手にして帰った方がいいんじゃないかななんていうふうに私は思います。はい、パイウォーターとに行った後、エコタウンセットで行ってみてはいかがでしょうか。マッキーさん書いてます。ちょっとした TGS ツアーや、そうなんですよ。はい。おはようございます。オレンジカウンティーコスタメサ、スガモータースです。スガモータースでは、新車、有料中古車の販売、買取、板金、修理を行っております。小さな傷から大きなへこみまで、保険対応、見積もり無料、熟練したスタッフがお待ちしております。場所は、コスタメサ3つはすぐ裏。詳しくは、www.sgamotors.com 電話 949-631-3323 まで。 TJS スポーツ。さあ、スポーツニュースです。まずはメジャーリーグからいきます。4月1日に予定されている来シーズンの開幕について、メジャーリーグ機構幹部や球団オーナーらが5月に延期することを望んでいると15日 USA Today 電子版が報じました。メジャーリーグ機構は選手やスタッフが新型コロナウイルスのワクチン接種後にキャンプを始めたいという考えで、オーナーの一人はですね、2月にキャンプを始められる可能性はゼロだ、たとえシーズンが140試合、120試合、80試合になっても全員が安全に臨めるようにしなければならないと語りました。選手会は
感染対策の規約に沿った開催ができることを今シーズンで示せたとして、通常通りの162試合制と給与の満額支払いを求めています。さあ、そして日本のプロ野球見てみますと、ベストナイン発表されましたね。セリーグ、パリーグ、両リーグともにベストナインが日本時間16日に発表されました。セリーグは2年連続リーグ優勝の巨人から菅野投手、大城捕手、そして岡本選手、坂本選手、丸選手の5人が選ばれました。そして一塁手は20歳ですね、ヤクルトの村上選手が初めて選出されました。セリーグの一塁手としては最年少受賞ですね。パリーグ見てみますと、4年連続日本一のソフトバンクから千賀投手、甲斐捕手、柳田、選手、外野手の3人が受賞しました。一塁手は日本ハムの中田翔選手が4年ぶりに選ばれましたね。残念ながらですね、中日とロッテ、そして阪神は5年連続で受賞者なしだったという結果ですね。最後、自動車レース最高峰 F1 にですよ、神奈川県出身の若い20歳の角田裕毅選手は来シーズンから参戦することが決まりました。これは嬉しい。角田裕毅選手は4歳からカートデビューしてるんですね。で、16歳から本格的な自動車レースに参戦しまして、まあ F3 とかね、そういうところですね、 F4 とか、そういうのに参戦しまして、で、ホンダのスカラシップを受けるんですね。で、ホンダの支援を受けて去年から活動の中心をヨーロッパに移しました。で、今年は F1 の一つ下のカテゴリーの F2 というのがあるんですね。 F2 に参戦して3回優勝するなど好成績を上げて F1 参戦に必要な資格を得たんですね。これを受けて F1 チームスクーデリアアルファタウリホンダですね、こちらが16日、角田選手が来シーズンから F1 に参戦することが決まったと発表しました。日本選手が F1 のシーズンにレギュラー参戦するのは2014年まで走った小林可夢偉選手以来7年ぶりとなります。角田選手まだ20歳です。今後がめちゃくちゃ楽しみですね。注目していきたいなというふうに思います。ラジオの前のあなた、アメリカにいながら日本に社会貢献ができる方法があるって知ってましたか？カリフォルニア州サイプレスにあります WCCT グローバルでは、人々の命を救うことができる薬や治療法の開発に必要な臨床試験、いわゆる治験を行っています。現在 WCCT グローバルでは、治験の事前適性検査を受けていただける18歳から55歳までの健康な日本人男女を募集しています。事前適性検査のための来院は1回です。検査を受けていただいた方には交通費と拘束時間に対し100ドルの謝礼金をお支払いします。また検査を通過された方はその後の治験に参加いただける可能性がございます。実際に治験にご参加いただける方には治験完了時に最高2800ドルの謝礼金をお支払いいたします。まずは事前適性検査を受けてみませんか？詳しくは WCCT グローバルのウェブサイト jp.wcct.com または電話1-877-997-9228 まで。 TJS ラジオのウェブサイトにもリンクが上がっています。さあ、今週は TJS ラジオプレゼントウィークです。来週もそうなんですが、ハワイホノルルにありますサチハワイ総合不動産会社よりハワイ土産として人気です。これは美味しいです。私もこれ好きです。ホノルルクッキーを9名様、そしてハワイのコーヒーやパンケーキミックスなどハワイの美味しいものを詰め込んだボックスを1名の方にプレゼントしています。ご応募の際にハワイでバケーションを過ごすならこんな風に過ごしたいなという妄想も書いてですね、お送りください。 e-mail radio@tjsla.com あるいは TJS ラジオウェブサイトのトップページにですね、サチハワイ総合不動産会社のリンクがあります。そこをクリックしてみてください。その中にプレゼントの応募フォームもリンク載ってますので、そちらから応募ください。あのね、これ気になるんですよ。例えばね、
そよ風が吹くビーチ沿いのスポットだったりね、ショッピング街の居心地のいい便利なコンドミニアムなど、お客様一人一人のニーズに合ったバケーションレンタル物件っていうのあるんですね。私ね、実は知らなかったんです。皆さん知ってるよそのぐらいって言われる可能性ありますけど、将来ね、ハワイでちょっとリタイアしようかななんてね考えてる方とか、まあまあハワイに住みたいななんていうふうに思ってる方がですね、バケーションレンタル物件でハワイを体験されるっていうのも非常にいいんじゃないかなっていうふうに思います。ホテルに滞在するのとはまた違いますからね。バケーションレンタル物件豊富に用意してくださっているそうです。で、お客様の快適な滞在のためにスタジオマンションからベッドルーム数が豊富な高級住宅まで、さまざまな価格帯サイズ場所からお選びいただくということですね。で、オンラインで予約していただいて、宿泊の際はこのご時世です、コンタクトレスのチェックイン、そしてチェックアウトの手順を備えているということなんです。そのね、サチハワイ総合不動産会社はもちろんそういう物件をね、提案してくださったり、まあ、斡旋してくださるのはもちろんなんですけど、そのハワイ生活をしようと思っている方へのそのお手伝い、情報だったりとか提案、暮らすハワイのためのお手伝いもしてくれるということなんですね。まあ、とにかくこのバケーションレンタル滞在を通じてハワイのライフスタイルとかハワイ生活のメリットとかね、アクティビティをご体験いただけるということです。将来ハワイで不動産を持つ前にバケーションレンタルでハワイ生活体験するのがいいんじゃないかななんていうふうに思います。はい、この辺の情報もですね、リンクをぜひご覧になってみてください。 TGS ラジオウェブサイトトップページにリンクが上がっております。なんかね、気持ちよさそうなコンドミニアムのこう景色のいい風景が載った写真がありますので、そちらをクリックしてみてください。ラジオネーム4時のパパさんはですね、ハワイ何回か行きましたけど、田舎の方でバケーションレンタルして家族とのんびりトレイルなんか散歩したいなって思ってます。もちろん人目の少ないビーチでゆっくりと昼寝なんかもいいなって。ああ、いいですね、そういうのね。はい、想像だけがガンガン膨らんでいきます。さあ、皆さんも妄想を膨らませてプレゼントに応募してみてください。今週の締め切りはあさって金曜日です。さあ、ではリクエスト曲お答えしていきましょう。ラジオネーム4時のパパさんからいただいたリクエスト、ドリームズカムトゥルーの曲でいただきました。お送りするのはドリームズカムトゥルー、何度でも。もう曲終わるのっていう、はい、意見が痛いほど聞こえてきました。本当すいません。で、いい曲なんですよね。お送りしたのはラジオネーム吉田パパさんからいただいたリクエスト曲、ドリームズカムトゥルーで何度でもお送りしました。
厚美さんの元には届いてるんで、私が紹介させていただきますね。はい、お願いします。同僚の A 君とよく食事に行くんですが、何を食べるって聞くと、何でもいい、どこでもいいですよって言って、いつも自分の意見を言わないんです。毎回毎回こんな感じで、たまには決めてくれよってちょっとイラッとするんですが、さあこんなのもあれなんですか、動物キャラナビで解決できるんですか。はい、できるんです。あ、はい、じゃあちょっとお答えいただけますか。はい、まずですね、この方たちの生年月日を先にいただいてますので、これで動物キャラを調べてみたんです。はい、でこの相談者の方はですね、動物はペガサスさんでした。はい、で同僚の方ですね、その方がタヌキさんでした。ペガサスにタヌキ、じゃあそれぞれお願いします。ペガサスさんはですね、もともと天才なチーム、太陽のようなチームなんですね。はい、太陽のチームさんは面倒くさがり屋さんがちょっと多いんですね。そういうのがもう出るんですね。はい、じゃあ片やタヌキさんは、そのタヌキさんは月のチームでして、いい人チームなんです。で、空の月を思い出してもらって分かるように、人に合わせて形を変えられるチームなんです。あ、なるほどね。はいはい。ですので、このタヌキさんは何を食べるかっていうよりか、その誰っていうのに焦点を合わせてるのではい、はい、どこに食べに行っても別にいいんですね。そういうことか。そうなんです、はい、ですので、そのペガサスさんとするとね、毎回毎回大変だなって思うと思いますので、このタヌキさんとね、行かれるときはもうここにしようっていうふうに行きつけのお店を決めといてもらうと、いいかなというふうに思います。そうですよね、ペガサスさんは面倒くさがり屋ですもんね、そもそもね。そうですね、はい。そうか、こうやって動物キャラナビでお付き合いを改善できていくわけですもんね。そうなんです。はい、はい、なんか今クリスマスキャンペーンを開催されてるんですか。そうなんです。このキャンペーンに参加していただきますと、来年の運気とか分かるように私の方からメッセージをお渡しさせていただいてます。わ、はい、かりました。ではですね、どこに問い合わせしたらいいかは TGS ラジオウェブサイトのトップページにリンクを貼っておきますので、そちらをご覧ください。ということで、厚美さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ドクター伊藤のデンタルアベニューでおなじみのリトル東京、ホンダプラザデンタルクリニック、そしてコスタメサザ・ロフトデンタルスタジオ、インプラントロジストの伊藤浩一先生が日本語でじっくり説明、そして治療をします。一般歯科からインビザライン矯正まで安心安全の歯科医院、詳しくは電話714-549-7030、またはウェブサイト www.loftdental.com をご覧ください。さあ、ではこの時間の目立った渋滞箇所をお伝えします。まずウエスト方面ですね、405番ノースがエルセグンドブルバード付近から渋滞始まりまして、ラシェネガブルバード付近まで時速7から35マイルの渋滞です。405番ノースエルセグンドブルバード付近から、ラシェネガマンチェスターブルバード付近にかけて大変混雑しています。そして110番ノースダウンタウン行きですね、こちらマンチェスターアベニュー付近からバーノンアベニュー付近にかけて時速24から32マイルの渋滞です。イースト方面行きましょう、5番ノースフローレンスアベニュー付近からパラマウントブルバード付近にかけて時速18から29マイルの渋滞です。その他はですね、10番ウエスト混雑しているのが目立ちますが、渋滞解消の方向に向かっています。この後も安全運転をお続けください。唐揚げ専門店天下取り、今日も元気に美味しい唐揚げを皆様にご提供できるよう頑張ります。事前に電話オーダーをいただければ待ち時間なしでお渡しできます。天下取りの唐揚げはグルテンフリーノー MSG。 ガルナ店は東京セントラルフードコート内、営業時間は午前10時から午後8時、コスタメサ店はブリストルとベーカーの角で午前11時から午後9時までの営業。唐揚げ天下取り。伊藤のデンタルアベニュー。
この時間はリトル東京ホンダプラザデンタルクリニックコスタメサザ・ロフトデンタルスタジオの提供でお送りします。さあこの時間はドクター伊藤のデンタルアベニューです。今日もロフトデンタルスタジオそしてホンダプラザデンタルクリニックの伊藤浩一先生と電話がつながっています。もしもし。あ、もしもし、おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ今日質問いただいている方はラジオネームが書いてないので HT さんとしておきましょう。いつも伊藤先生のコーナーへーと思いながら聞いています。へーついでに質問です。最近歯が生え変わった息子がいます。これから歯のトラブルがないように歯磨きは徹底させているのですが、せっかくなら丈夫な歯に育っていってほしいと思っています。まだ全ての歯が永久歯に生え変わっていませんが、将来丈夫な歯を作るのにはどうすればいいですか。食べ物なのか歯磨きの仕方などかなどなど教えてくださいという質問でいただいております。はい、永久歯がまずあの下の前歯から生えてくるんですけども、はい、下の前歯から今度上の前歯に行って、今度下の横に行ってっていう、こう、ジグザグにこう、生えたんでいくんですよね。はい。で、はい、まあ質問、丈夫な歯をするにはということで、まあいろんな要素があるんです、やっぱりね。あ、はい。例えば、飲み水も関わってくるんですね、ある程度。飲み水？はい。まあ飲み水っていうのは、アメリカのお水はあのフッ素が含まれている場合が多いんですね。これはもう本当に住む地域によって違うので、はい、これもね、日本とアメリカの見解が全然違うんですよ。はいはい、日本はフッ素っていうのはダメっていう、ものすごく悪いイメージがありまして、フッ素はダメっていうことに今はどっちかっていうとなってるんですね。はい、というのは、フッ素は害の方が大きいっていうことがあるんですね。はい、アメリカの、歯科医の見解では今のところやっぱりフッ素は歯のためにいいですよっていうことになってるので、この辺はちょっとね、日本とアメリカと違うところではあります。はい。で、歯っていうのはやっぱり、丈夫な歯を作るには、はい、ちゃんとした栄養のバランスを取れた食事をする、それからカルシウムですね。はい、でカルシウムはやっぱり、まあ、骨だけじゃなしに歯を作るのにも役立ちます。はい、で、結構早い時期、歯っていうのが形成されてできるのはですね、結構もう6歳、7歳、あるいはもう 5歳ぐらいから、しばらくはつぼみとして、顎の、乳歯の下の方に埋まってるんですけども、つぼみとしてあるんですね。はいはい、で、やっぱりそれが形成されてる頃から、特にそのやっぱりカルシウム分を多い食べ物をちゃんと食べるっていうのはですね、これは大切なことだと思います。というのはですね、鈴海さん、はいはい、私、以前に話したことあるかもしれませんけれども、歯科大に行っていた頃にですね、はい、よく無依存地帯とかに、ボランティアで、歯の治療に行っていたんですね。この辺だとやっぱりメキシコなんですよね。ああ、そっか、はい。で、そこで気がついたのが、やっぱりメキシコの山奥の方だと、もう朝からトルティアを作ってるわけですよ。ああ、皆さん。もう家で焼いたりとか。そうそうそう。はい、トルティアっていうのはライムストーンが入るんですよね。ライムストーンと、はい、そういう、いろんなトウモロコシの粉とか。はい。で、やっぱりカルシウムの塊なんですよね。そうか。どちらかといえば。なるほどね。はいはい。で、そういう食生活をしてると、歯ってですね、異様に丈夫なんですよ。で、やっぱり、その時に私なりに思ったのは、やっぱりカルシウム、まあ、どちらかというと、摂取しすぎてるぐらい取ってると思うんですけれども。そういうことか、はい。そうすると、歯がやたら、硬くて丈夫で、まあね、余談もいっぱい入っちゃいましたけど、でもやっぱりカルシウムはいいと思います。で、カルシウムを補給する場合は、はい、いつもの話ですが、はい、そうですね、カルシウムを補給したとき、どうしてもビタミン D が必要になるんですね。ですから、アメリカのいろんな飲み物、ミルクであるとか、ビタミン D 配合というふうになってる。オレンジジュースでさえね、はい、カルシウムとビタミン D が入ってたりしますが。そうですよね。はい。それからビタミン K っていうのが、はい、まあ、あるといいのかなということです。なので、はい、食べ物、それから水、フ
フッ素、はい、これら全て、それから歯垢がついてない歯、はい、歯垢がついちゃうと、逆にエナメル質がどん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 侵食して、酸によって溶かされてやられてくるんですね、はい、なのでやっぱり歯ブラシをうまく子供に、はい、子供やっぱり小さいとどうし任しちゃうとできないですから、そうか、やっぱりある程度自分が、はい、自分でちゃんと磨けるようになる お兄ちゃんになるまではやっぱり親が頑張って磨いてあげることが必要なのかなというふうに思います、はい、であとはやっぱり、はいはい、歯医者さんに時々、ね、はいはい、たまにでいいですから行ってチェックしてもらって、そうですね、まあ、虫歯がないことと、それから歯磨きがちゃんとできるようになるっていうのが、そうですね、まあ、大切なことだと思います、はい、今日もすみません、お忙しいところありがとうございました。はい、また何かありましたら、はい、質問をお受けします、はい、しております、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、はい、失礼します、失礼します。ね、やっぱりカルシウム重要ですよね、はい、でやっぱりこう丈夫な歯だったら白い歯が欲しくなるんですね、これね、強引につなげすぎましたか、私現在ですね、伊藤先生のオフィスコスタメさんにありますザ・ロフトデンタルスタジオでは、ホワイトニングのキャンペーンをやっているんです、ロフトデンタルスタジオでね、今のこのキャンペーン通常料金の 50% オフでホワイトニング、歯を白くするキャンペーンをやっているんですが、ロフトレンタルスタジオ来年15周年を迎えるということで、今年中にホワイトニングの予約された方にはさらに 15% オフとなるスペシャルディールいただきました。すごいですね、ホワイトニングこの値段で受けられる、この値段って人によってね値段も変わってきますし、うん、ホワイトニングいくつか種類がありますのでね、それによって値段も変わるんですけど、通常の 50% オフでもさらに今年中に予約をした方はさらに 15% オフというスペシャルディール、この機会を逃してはいけません、ご予約お問い合わせはロフトデンタルスタジオまでお願いいたします。こちらもですね、 TGS ラジオウェブサイトトップページ、いろんな情報が載ってます、一回覗いてみてください、面白いですよ、ね、このオールドトーナーズのライブカメラもありますしね、はい、そのトップページに伊藤先生の情報を詳しく掲載されていますので、電話番号住所なんかも載っていますので、ぜひご覧になってみてください。お母さん、見て見て、静岡さんのティーバッグのこの値段って安い。あら、ほんと安いわ。お茶どころ静岡のお茶だったら絶対美味しいわよね。高岡屋のティーバッグ、静岡煎茶、玄米茶、ほうじ茶は厳選茶葉を産地直送、だから新鮮、しかもお買い得、本格的な日本茶をお手軽にお楽しみください。お求めはお近くの日系スーパーで。さあ、もうラジオの前のあなたはご存知のように、今週と来週 TGS ラジオは、うん、ハワイウィークとでも言っておきましょうかね、はい、プレゼントをいただいております。どんなプレゼントをいただいているのか、はい、サチハワイ総合不動産会社からですね、ホノルルクッキーを9名様、これハワイ土産としてもねもう有名ですよね、そしてハワイのコーヒーやパンケーキミックスなどハワイの美味しいものを詰め込んだボックスを1名の方にプレゼントしています。今週まずそのね、合わせて10名の方のプレゼントあるでしょ、でまた来週もさらに10名様ありますけどですね、毎週当選者発表しますので、今週は今週で締め切り、あさって金曜日となっています。当選者は21日に発表します。で、応募していただく際にですね、ハワイに行ったらこんなことをしたいな、バケーションを過ごしたいなという、妄想も書き込んでみてください、お待ちしております。でね、ぜひリンク、このサチハワイのリンクを見ていただきたいんです。で、見ていただくとですね、ああ、こんな家あるんだ、こんなコンドミニアムあるんだとか、あるいは何度かお伝えしたバケーションレンタル物件、この辺の情報も詳しく載っていますので、TGS ラジオのウェブサイトトップページのリンクをぜひご覧になってください。さあ、そしてね、今日はね、もう一つ、告知をさせてください。今日はもう最後まで喋り倒します。ね、こんな曲が好きな方、いらっしゃいますよね。そう、なんとですね、あのイベントが TGS ラジオ、インターネットラジオで復活。
六本木伝説バブルでゴー2020オンラインライブが行われるんですよ。ね、毎年年末、あの伝説のバブルイベント、六本木伝説バブルでゴーありますよね。楽しみにしてらっしゃる方いらっしゃいますよね。たださすがに今コロナ禍、なかなかできないんですが、終了したはずのあのイベント、熱い要望を受けて復活でございます。今回は TGS ラジオ、インターネットラジオでオンラインライブです。ね、あの DJ 和風さんによるミックスもありますし、トークではですね、もう80年代中盤から90年代頭のバブルの話で盛り上がろうと思います。いつやるのか。今度の金曜日、18日金曜日、夜9時から10時です。盛り上がったら延長するかもしれません。TGS ラジオ、インターネットラジオで行われますので、ぜひこちら参加してみてください。結構ね、楽しみ。私も楽しみです。もちろん参加いたしますので、はい。皆様のね、参加もお待ちしております。18日金曜日、夜9時から10時、六本木伝説バブルでゴーのオンラインイベントでございます。さあ、ということで、お別れの時間という風になりました。今日もお付き合いくださいましてありがとうございます。この後は、インターネットラジオパート2をお楽しみください。お相手は新海啓希でした。強引に終わった。ねえ、行きましたね。はい。はい、どうも、ありがとうございました。はい。ドキドキでございます。はい。そうなんです。六本木伝説の特番でございます。テレビ、ラジオで。ぜひ。参加してみてください。いつもの六本木伝説とちょっと違ってね、もちろん DJ 和風さんのバブルノンストップミックスたっぷり流す時間もありますし、あと番組そのミックスの前後では1985年から93年までの間の話で盛り上がっていこうと思います。これね、第1回なんですよ。だから実は第2回もあります。今回イントロダクションみたいなものですね、定期的にやっていこうかなというふうに思います。ただ毎週はなかなか難しいので、まあ、月1のレギュラーみたいな感じになっていくんじゃないかなというふうに思います。ね、DJ 和風誰だって思うでしょ。いるんですよ。はい、DJ 和風で、言ってくださいということなので、はい、もちろんね、ご存知の方はいっぱいいらっしゃると思うんですけど、どなたかだっていうのね。いや、昨日も実は打ち合わせしてたんですけど、盛り上がりそうですよ。バブルでゴー、いつですか？レイさんね、バブルでゴーのイベントはないですよ。イベントじゃなくて、そのインターネットラジオでね、バブルでゴー特番。まず第1回目、あさって金曜日夜9時から、なので大人のラジオの時間を、再放送の時間を移動します。大人のラジオの再放送の時間は移動して行いますので、夜9時から、はい、21時です。だからナッシュビルでは、すいません、23時からになりますが、踊って土曜日を迎えてください。はい、ねえ、そう、やっぱりやろうっていう話になるんですよね、マビンちゃんね。そうなんです。ドイツね、今ね、LA モーニングの、これは、LA モーニング2の準備を始めつつ、LA モーニングのデータをセーブして、そう。ね、で、そうそう、ヤスさん、
リクエストをくださってありがとうございました。ちょっと今日こんなんでエンディングで書けようと思ったんですけど、喋り倒すぐらい時間がなかったので、はい、すみません。またぜひ送ってください。金曜日の23日なんてヘベレケの時間で勝てるか、いや、8点で戻ってください。言ってもね、あの、ミシュミルさんね、と、まあ、僕、年がほぼ同い年だったはずなんですけど、あの、バブルのど真ん中世代じゃないんですよね。バブルのちょい後世代なんですよね。就職氷河期の時代でしたもんね。はい。僕らの、あの、三つか四つ上ぐらいの人がもう、うひょーって出し、ね、やってましたけどね。はい。マフィンちゃん、LA 時間ね、18日よ。18日。金曜日です。18日。あ、そうそう。すいませんね。告知していただいて。そうでしょう。だから言ってみれば、僕らの頃はまだあのバブルの頃のハイソファーが中古でもまだ安くなってなかったんですよ。そんなにね。ソアラーとか、あの R31 のスカイラインあたりとかね。まあ、70スープラは安くなり始めたかな。初期型の方とかはね。バブルカーは豪華でしたね。夜の話題になっちゃいますけど、ね、プレリュードなんてね、運転席側から助手席ね、リクライニングできますからね、何のために使うんだって話ですよね。運転席側から助手席側のシートを倒せる必要ないじゃんっていう話なんですけどね。バブルですね。そう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 。86とか KP とかね。ね。あの、FF に興味がなかった僕は、あの、EP とか全く興味なかったんですよね。ね、4WS ね、流行りましたね、あの頃ね。一瞬だけね。順調にアップロードが進んでおります。はい。曲でも流した方がいい。今日このマイクでいいですか？うん、大丈夫です。あんたもだからね、そう、ライオンじゃないからね。ああ、BMW の3シリーズとか、ベンツの190とか、あの、コベンツとか言われてましたからね。ほんといい迷惑ですよね、乗ってる方にしてみたら。コベンツとか言うなって話ですよね。ベンツはベンツだみたいな。DJ1 とかディオですけど、懐かしいな、DJ1。僕ね、ジョブと、
最終的にハイアップワール乗ってましたね。山走り回ってましたね。ちょうどいいですね。サリーム来て。ジトボと飛んだ懐かしいな。コメンツ悪いけど笑えますよね。本当いい迷惑ですよね、コメンツ。Los Angeles. The time is about 9:10 a.m. Wednesday morning on December 16th, broadcasting live from TJS Radio Studio in Torrance, California. Welcome to LA Morning Part 2. This is Samuel VJ. How are you doing this morning? TJS Radio presents news, sports, weather, and other useful local information in both English and in Japanese.This program broadcasts on internet radio, and you can hear us by using its TJS radio app on your smartphone and tablets. Or you can also hear us by accessing to our website at www.tjsla.com and find our radio player by clicking the right-hand column of the page. You can also watch us live on YouTube and search us by the keywordsTJS Space Radio and find today's date followed by LA Morning Part 2. You too have its own live chat function, so you can send your messages and requests using this live chat function. Or you can send us your messages and requests accessing our website top page request form. And also you can send email to radio@tjsla.com.So allow me to introduce to our co-host, Mr. Shinkai. Good morning. おはようございます。Shinkaiです。さあ、LA Morning Part 2スタートしました。この番組は、サムさんが今のように英語で、いろんなお話をしてくださって、もちろん日本語でもね、話しますけど、そして、例えばニュースとかね、今日は何の日なんていうのは、サムさん英語、私が日本語で話をしていきます。もちろんこの番組も TJS ラジオのスタジオから生放送でお送りしています。で、メッセージもね、リクエストもありましたらお待ちしております。E メールの方、radio@tjsla.com、radio@tjsla.com、あるいは TJS ラジオウェブサイトトップページの、メッセージフォームからお送りください。さあ、では天気お伝えしましょうか。Okay, let's go for the weather for December 16th. So LA County and Orange County both are expecting sunny all day. Yeah, it looks pretty good. Okay, so current temperature for Los Angeles County is 58 degrees Fahrenheit or 14 degrees centigrade. Orange County is 55 degrees Fahrenheit and 13 degrees centigrade. Expected high temperature for Los Angeles County, 73 degrees Fahrenheit and 23 degrees centigrade.Orange County is 70 degrees Fahrenheit and 21 degrees Celsius. So the sunset time we're expecting today at 4:46 p.m. and Orange County is 4:44 p.m. さあ、天気です。ね、外見ますと綺麗な青空が今日は広がっています。昨日ね、風が少し吹きましたので、非常に空気が澄んでいるような気がしますが、オレンジカウンティ、ロサンゼルスカウンティともに今日よく晴れそうです。
今日の予想最高気温、ダウンタウンロサンゼルス、華氏73度、摂氏23度。そしてオレンジカウンティ、アーバインが華氏70度、摂氏21度です。今日のサンセット予想時刻、ロサンゼルスカウンティが午後4時46分、オレンジカウンティが午後4時44分となっています。さあ、今日の番組ですが、ゲストがね、インタビューも実は収録してあるんですが、はい、サムさんからどんな方かご紹介いただけますか？ Yes, so we have a very special guest today. We like to bring her name is Stephanie Yanis.She's a J-pop singer and then born in America, and she speaks really good Japanese songs. So please wait until the time comes, okay? 今日はですね、大体番組の真ん中あたりで、アメリカ人なんですよ。だけど J-pop シンガーなんですね、ステファニー・ヤネスさん、はい、出てくださいまして、でステファニーさんが歌う日本語の曲も流れますので、はい、ぜひ楽しみにしていてください。サムさんが英語で質問していただいて、で、答えを訳してくれておりますので、はい、こちらもお楽しみに。さあ、そしてですね、後半の方でジョークオブザデイ、今日のアメリカンジョークがありますが、はい、ホームワークも出てましたね。出てましたね、はい、ご紹介ください。 Okay, so the last week's homework we went by this one, okayWhy do the bees have sticky hair? Because they use the honeycomb. もう一回行きましょう。Why do the bees have sticky hair? Because they use the honeycombs. ね、bee というのとね、ハニーコーンというのとね、スティッキーヘアというあたりがね、はい、ポイントになってくると思いますので、何が面白かったのかというのをですね、まだ間に合います。E メールの方、radio@tjsla.com、こちらまでお送りください。さあ、ということで、今日もですね、あと55分ほど目標でお送りしていきたいと思います。お付き合いよろしくお願いいたします。Okay, TJ's Newsline.Japan's Mitsubishi aircraft to slash workforce. So Japan's Mitsubishi aircraft plans to slash staff as it works to develop the country's first domestically produced passenger air grinds to a halt. So source says the company will cut its force by about 95% year on year for the next April. So bare minimum cuts will be roughly 150.Current company Mitsubishi Heavy Industry announced on October that it will be suspended development of the space jet. Current firm says that it will sharply reduce the promised budget. That becomes a coronavirus pandemic leave of dark clouds over the aviation industry. Activity at the development center in the U.S. state of Washington is also being cut to a minimum. Test flights will be grounded by April.With only maintenance-related work on the four aircraft there. 三菱航空機はジェット旅客機スペースジェットの開発費を大幅に縮小することに伴って来年4月以降従業員をおよそ20分の1に減らすなど最小限の体制を取ると、方針を固めました。これはですね、国産初のジェット旅客機スペースジェットをめぐっては開発を手掛ける三菱航空機が親会社三菱重工業、こちらが新型コロナウイルスの影響で需要を回復見通せないため一旦立ち止まるとして開発費を大幅に縮小する方針を示しているんですね。で、これアメリカのワシントン州にも開発拠点があるんですが、来年4月までに試験飛行などの活動をやめるということです。さあ、続いていきましょう。 Okay, Black Panther injures zookeeper in southwestern Japan. A female staff member suffered scratches wound on her head and arms Tuesday when a Black Panther attacked her through a fence in zoo in the southwestern city of the Kagoshima, and also the zoo operator said. So the woman in her 20s was observing a panther at a feeding time through a gap in a steel fence at Hirakaza Zoology Park, and then the incident occurred around 3:20 p.m. She was taken to hospital and her injury was deemed to be non-life-threatening.
So according to the zoo operator, a 1 meter long female panther jumped toward the fence and searched reach with its paws through the gap to attack the worker on duty. Staff members usually in charge of rhinos, but this time she was in the training to take care of the panthers. So in previous incident that took place in the zoo in October 2018 was a 40-year-old zookeeper died after a 1.8 meter long white tiger mutilated him in its cage. So Akira Fukumori, head of the zoology park, apologized the latest incident at to the press conference later in the day. Although we have taken the countermeasures following the previous accident, we feel sorry as the steps were fell short, he said, noting that he had urged the worker not to get close to the fence. Fukumori said he will consider additional measures to prevent a similar occurrence in the future. さあ、これ結構びっくりしましたね。鹿児島県の平川動物公園は15日、飼育している黒ヒョウ2歳、オス体長およそ 1.5 メートルに、飼育員の20代の女性が襲われまして、頭部から出血するなどの怪我をしたと発表しました。市内の病院にこの女性、飼育員は搬送されまして、治療を受けて意識はあるということです。この平川動物公園によりますと、15日午後3時20分ごろ、黒ヒョウの檻に餌を置いた女性が檻の外に出て黒ヒョウを観察していたところ、檻の隙間から前足の爪で引っかかれて側頭部と両手を負傷したということです。園では2018年10月にはですね、飼育員の男性がホワイトタイガーに襲われて死亡する事故が起きていたということなんですね。これは非常に、ドキッとしたニュースでした。さあ続いて、Okay, Japan's coronavirus case for the December 16th. So cases rose up to 188,437. That's up by 2,993. Wow. Recovery is 153,519. Death row rose by 53, which is 2,768 cases. さあ、厚生労働省などの発表によりますと、日本では16日これまでに全国で2993人の感染が発表されました。また53人の死亡の発表もありました。15日の発表に並んでこれまでで最も多くなっています。国内で感染が確認された人は合わせて188,437人となっています。亡くなった人は合わせて2768人です。以上ニュースお伝えしました。毎週金曜日午後8時から8時10分までお届けしている Wheels Around the Globe、 DJ の高橋理恵です。お気に入りの古くて新しい音楽などをジャンル別にボーダレスに DJ クリスと共にフリートークを交えてお届けしています。 So stay tuned。 What happened on today?Okay, what happened today for December 16th? So guess what? The telephone service became available in general public Japan in 1890. So in 1877, a year after its invention by Alexander Graham Bell, the telephone became available in Japan. But at first, it was used reserved for only for government and public affairs organizations such as police and few businesses.It was not until 1890 that the telephone service became available to the general public. So lines were laid between Tokyo and Yokohama, connecting 155 Tokyo subscribers to a 42 subscribers in Yokohama. So the first long distance service became available in 1899 between Tokyo and Osaka. And discussion began as how the telephone industry could best be developed.So that in 1889, the government approved the state-run telephone system. 1890年、明治23年の今日、電話が東京市内、横浜市内の2区間で、初めて事業として開始された日なんですね。1877年に、ベルによって開発された
電話なんですね。で、最初の頃日本では、まあ、ガバメントとかね、ポリスだったり、まあそういうオーガニゼーション、まああと限られたビジネスしか使えなかったんですけど、1890年にパブリックで事業として始まったということなんですね。最初、加入電話は、最初は東京で155台、横浜で44台だったということです。料金定額制だったんですね。東京40円、横浜35円だったということです。さあ、続いて。Okay, so another December 16th is the paper anniversary.、うん、It is delivered by the fact that the factory of the paper making company of OG Tokyo started a commercial operations on December 16th in 1875, that is Meiji 8. And then the opening ceremony was held. The factory was advocated by the、Meiji businessman as Eiichi.Shibusawa was established approval of the Ministry of Finance and the professional company of the current OG Paper Company. So Shibusawa worked as an、establishment of the paper manufacturing company because he believed that the modernization of the Japan would require to spread of the books to counter the intellectual standards of the West and the、revitalization of the publishing business.さあ、今日は紙の記念日なんですね。明治8年、1875年の今日、現在の王子製紙の前身の会社がですね、開業式が行われたんですね。この工場は明治の実業家渋沢栄一、ね、今度お札に確かね、なりますよね、が提唱して大蔵省の認可を得て設立されたものだということですね。こんな日だったんですね、今日は。さあ、誕生日も今日結構いますね。 Okay, let's go for the birthday for the December 16th. So、the actor Benjamin Bratt, he is celebrating his 57 years old. So he was born in 1963. ベンジャミン・ブラットさん、まあ俳優さんですよね。1963年生まれ、57歳を迎えました。続いていきましょう。Okay, so composer, the Ludwig van Beethoven, the, the fifth, he's celebrating his, well, actually, he was died on 1770 and he lived till 56 years old. And his song was Fifth Symphony and Ode to the Joy. もう、ベートーベンといえばもう皆さんご存知ですね。ベートーベンの誕生日なんですね。1770年に生まれまして、で、56歳まで生きられたということですね。実は乱太郎さんからもですね、E メールで今日はベートーベンの誕生日だよという、はい、いただいておりました。ありがとうございます。さあ、続いて。Okay, next one is from Japan. So, Shinji Yamashita, the actor, and he was born in 1951 and celebrating his 69 years old today. 山下真嗣さんですよ。私の世代はですね、ドラマ、スクールウォーズの泣き虫先生役でしたね。はい、山下真嗣さん、もう69歳なんですね。さあ、続いて。Okay, here comes another one. Maria Anza is a Japanese idol, and she was born in 1953, and she's celebrating her 67 years old today. ねえ、まあ、安西マリアさんといえば、昔はこんがりと、日焼けした肌に、ビキニ姿が綺麗でしたね。非常に健康的な、アイドルだったのではないかという感じがいたしますが、世代ではありませんよ、私はね。現在67歳を迎えられました。さあ、もう一人行きましょう。Okay, another one. Her name is Mirei Kiritani, actress and model and news anchor. And she played a role as a mystery girl on the show called Android.And it was 1989 she was born on, and she's celebrating her 31st years old today. 桐谷美玲さんは31歳を今日迎えられたんですね。もうモデルとしても大活躍、もちろんね、女優としても、あとニュースのね、アンカーなんていうのもね、やられてますからね、非常にもうなんて言うんでしょうね、キリッとした方ですよね。はい。でね、E メールちょっと一個紹介したいんですけど、乱太郎さん、はい、今日は何の日？はい。山梨県人にとっては重要ですね。富士山が、宝永の大噴火っていうのが昔あったんですね。富士山が大噴火を起こした日
なんで1707年だそうですよ。宝永の大噴火、ご存知のように富士山はそれ以降300年以上にわたって噴火をしておりません。噴火をするんじゃないかというふうに言われておりますがね、怖いですね。あと1773年ボストン茶会事件が起こったと、はい、いうことですね。そして1929年東京駅の八重洲口が開業した。この地名の起源は、この八重洲口の近くにオランダ人のヤンギョーステンさんが住んでいたのが、なまってなまってヤンギョーステン、ヤヌリステン、ヤエスってヤエス、ヤエスになったとすごいいうことでございます ね。私、東京駅八重洲地下街のニュー東京でビアホールでアルバイトをしていたのを思い出しますね。あとね、完熟トマトさんも、はい、やっぱり電話創業の日だったりね、紙の記念日、あとは念仏の口止め、フリーランスの日、トロの日、トロ十六茶の日、いろんなのありますね。はい、そんな日でございました。はい、以上今日は何の日でした。さあ、一曲お送りするんですが、はい、あの一曲お送りした後、はい、ステファニーさん、あー待ち遠しいですね、はい、インタビューです、ですね、では曲紹介をお願いいたします。 OK, so let's play the first song, Holding Out of HeroBonnie. はい、これは山下真司さんが出ていた、スクールウォーズのですね、はい、原曲になりますね、主題歌。はい、日本版は朝倉美希さんが歌っていました。良いですね。いいですね。マリアで良かったじゃんね。マリア可愛いじゃないですか。ね、娘さんね。うん、いやでも昔の写真見ると健康的なビキニですね。うん、なんかこう健康、うん、いや本当に健康的だなって思います、うん、今のビキニってなんかちょっとこうエロさがあるけど、うん、昔そんなのなかったもんな、なんかあの子って、あ、そんなことないか、人によってか、まあね、人によってですよ、待てばいいですね、呼んだって年ぼっと登場、うん、時間いいテンポで来てると思う、うん、あ、ヤスさんね、バブルで GO は、YouTube 生配信します。ただ真ん中が、音楽の、ね、DJ ミックスが流れるじゃないですか。その間やっぱり、音楽は流せないんですけど、チャットとかね、うん、あとはいろんな会話で YouTube では盛り上がっていきたいと思いますので、もちろん YouTube 生配信やります。その日はツイッターもやろうと思ってます。ハッシュタグ、なんだろうな。これから考えます。そうそう、スクルーズ書かれた、ね、方ね、OC に住んでいますよ。私何度かお会いしました。スクルーズの原作者。うん。小説家ですよね。馬場さんだ。そう、馬場さん。まあね、そうなんですよ、トシさん。あ、チルチルチルさん、お帰り。うん。ごめんなさい。曲の間のトークが勝負だな。うん、トーク番組ではないよ。うん、どっちかというと、バブルのダンス番組だよ。だけどね、ちょっと今考えてるのは、今週は第1回だから、まあ、イントロダクションみたいなもんで、で、その、例えば、1ヶ月後は、もっとね、こう、スペシフィックに、1985年で盛り上がるとかね。その次の月は、1988年とかね。そういう感じで。ハッシュタグで頑張って、ツイッター取れないかなって。ね、その、どういうこと？バブルでゴーとか、そういうこと？ハッシュタグ。またまたバタバタ音復活してる。うん。鳴ってる。意外とこれでな。
っていうかね、そこにあのケーブルが触れてるでしょ。ああ、触れてるね。そのケーブルが1本触れてる、今調子悪くて。ああ、赤い。赤いの1本触れてる、じゃあ多分それだ。それ右だもん。ああ、やっぱり右だ。うん。赤右でしょ。うん。やってみかな。大丈夫。今大丈夫なんでしょ。右は見える。うん、今大丈夫。うん。繋ぎ直す。そうそうそう。チルチルチルさ、その通り。21時から22時。うん。でも、盛り上がったら伸びますから。お尻は。では CM を挟んで、はい、ステファニーさんです。Japanese pop singer Stephanie Yan is here with us. How are you, Stephanie? I'm good. Thank you so much for having me. I'm really honored to be here. Oh yeah, good, good. さあ今日はですね、アメリカンジャパニーズポップシンガー、J-POP シンガーのステファニーさんにこの時間インタビューしていきたいと思います。 Okay, we have some questions for you, Stephanie. Here we go. So we understand that you sing many Japanese songs. So I just wonder, where did you learn your Japanese? Yes, so I started learning Japanese through my friend. I met her in high school. She was a Japanese exchange student. Her name was Sayori. And she introduced me to Japanese music, and I also started listening to Japanese music through anime like Sailor Moon, and I just picked up the language by listening to it. So I actually don't speak it. I just listen. I only speak like very little. Like I know, you know, hajimemashite, yoroshiku onegaishimasu, Stephanie desu. Like very simple phrases. I can understand it, but yeah, speaking wise, I can't really speak Japanese, but I can sing it. Wow, that's good. Yeah, let me explain this in Japanese to our listeners too. So, Shinkai-san,、mm. Stephanie-san は、mm. 日本のお友達、さゆりさんという方がいて、mm. 彼女から日本語のそういう言葉を、まあ、学んだっていうか、そういうことですよね。ね、うん、最初はもう本当にシンプルな、ねね、答えしかできなかったと。でも今はもうね、日本語の曲たくさん歌ってるということですね。じゃあ次の質問いきましょうか。So I heard that you've been to Japan.So how many times have you been to Japan before? Yeah, I've been to Japan maybe 9 times now. I go over there as much as possible to perform and model. Oh yeah, it's been 7 times. So I've gone over, yeah, modeling and singing. I've sung at like live venues in Ikebukuro and Ginza and Akihabara.So mainly in Tokyo area then? Yes, a lot in Tokyo area, and I also did a show out in Sendai as well. ということで、日本ではね、東京方面で渋谷とか、池袋とかね、秋葉原、銀座、7回も行かれてて、ね、
ていうことですね。すごいトラベラーだね。で、向こうでパフォーマンスも ね、うん、されてるということですよね。すごいね。すごいですよね。人気になったの。そうですよね。じゃあ、ね、次は一体どうやって歌い始めたのかなってね。そうね。質問もしてみましょう。Okay, then, next question, let me ask. So just to extend this thing then. So you start singing as what? A single? Or you start out as a group? Tell me a little bit about that part. Okay, so after I graduated high school, I really wanted to pursue singing as a career. So I started singing in underground hip hop clubs, and because a lot of my friends were in that scene and producing that kind of music, so I would actually write original songs inspired by my love of Japan, anime, etc. But it would be all in English. Yes. And no one knew what I was singing about in these underground hip hop clubs. And then when I went to an anime convention, they had a big singing contest in for singers to sing in Japanese. And I studied Japanese, you know, really hard, as in like listening to the pronunciation. Then when I won this contest, a Japanese company came up to me called Genion. They're also known as Pioneer. And also Sony, they do Sony Music as well. And they approached me and wanted me to record with them at Paramount Studios. It's like a very big recording studio in LA. And I worked with them and another Japanese company called IVE. And then from there, I just started singing in Japan and all over the United States at different anime conventions and Japanese festivals. 最初はあれにヒップアンダーグラウンドのヒップホップクラブ、そうの学生とか中学生とかな、もしかして ね、うん、高校卒業したって言ってましたよね。そうですよね、うん、でその後で、あのアニメコンベンションとか、そうとかね、とかあとコンテストでソニーミュージックとかねに声をかけられたと。そう、ジェニーパイオニアかな、うん、声をかけられて、すごいですね。ねえ、そうやって歌って、ありがとうございます。ねえ、うん、じゃあ次は、yeah, so, yeah, so I, of course I just gonna ask you about the, how you got involved in Japanese anime. We kind of answered that, but so you really well carefully how they study the Japanese pronunciation, you said. So what particular part do you really concentrate to make sure that you are singing correctly?I definitely don't want to overpronounce. Like, I notice a lot of foreign singers when they're singing in Japanese, they go ta 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 ta. So I try to make it sound as natural as possible when I'm singing in Japanese. And when I won the contest, the Japanese company, that's why they wanted to work with me, because they said that my pronunciation was very natural, and I was like so happy to hear that, because like I really listened like so hard for like a year. I practiced on one song. so yeah, it's Japanese is such a beautiful language, and I want to make sure to convey the messageproperly. すごいですね。いろいろ努力したってことですよね。本当に綺麗なね、日本語で歌われるので、すごいですよね。So I know you have a new song that you just made, and it also has Japanese words in it. So could you tell us new songs? What are you doing right now? Yeah, so I created a new song called Tokimeki City. And it's inspired by the 80s.Especially like 80s in Japan. I really love city pop. And you know, my favorite singers are Yamashita Tatsuro. I love him, he is my all time favorite. And I love Maria Takeuchi. And there's so many different singers from that era that I really love. And I've loved them for a long time now, because I would watch Japanese drama, and I'd hear Yamashita Tatsuro, like, you know, right on time. Yeah, so
So those are favorite artists of mine. So I really want to make like a throwback to 80s Japan music with Tokimeki City. And it's also inspired by, you know, retro anime of that time as well. And just the nostalgia that I have for the Showa 80s Japan era. Like when I go to Japan, I go to all the retro 80s areas. I like going to the Dagashias out there in Japan. でも確かにね、あの山下達郎さんの、あのなんていうんですか、グルーブって非常にこっちのグルーブに近いところが受けますね、うん、あると思うんですよね。でも 80s がすごい。You know, Stephanie, we have so much question for you, but you, would you mind coming on board again next week? Of course, I would love to. Thank you. Yeah, you will come. So we just want to know how we can get touch with you on social media. Do you have like Facebook or Instagram? Yes, I have an official website. It's called StephanieYanez.com. And then also, I am on Instagram as Stephachu. It's kind of like Pikachu, but Stephachu. And then I'm all over the internet, like social media. You just need to type in my name, Stephanie Yanez, Y-A-N-E-Z, and you can find me. Oh, good. So, you know, let's play one of your songs. Can you do an introduction to this? Yes. Hi, my name is Stephanie. And I'm happy to be here today on TJS for introducing my song, Tokimeki City. Yay! On the way to Tokimeki City, where the light shines so pretty, Kira Kira, forgotten memory, Matsukashi. Please stay with me tonight on the way to Tokimeki City, where the light shines so pretty. Kira Kira, forgotten memory, Matsukashi. Please stay with me tonight. Thank you.
と、ちょっと、ステファニーさん、はい、登場いただきました。はい。また来週もね、ね、来てくれるみたいですね。はい。あと、皆さんぜひ検索してみてください。まあ、ステファニーはね、うん、そのままわかると思います。最後、INE ですね。ステファニーはね。ステファニーです。NIE か。NIE です。ですね、はい。ステファニーですね。はい。そこで、で、ヤネズは YANEZ ですね。はい。そちらでぜひ検索してみてください。はい。はい、さあ、この後はですね、CM を挟んでスポーツお送りします。ロサンゼルスから注目のトピックス満載でお送りしているスイートディフゼルへ。ザ・フォーカスではアメリカのクリスマスに注目します。シティホテルを予約する。それはバブル時代の日本の話。そうね。スイートディフゼルへは土曜日夕方6時から。Time for the sports news. Okay, TJ Sports. MLB owners want to delay the start of the 2021 season per report. So the NBAPA says the players are planning to start on time. In a replay of the run-up of the 2020 Major League season, MLB owners are playing are posed to conflict over the length of upcoming 2021 season. So USA Today's Bob Nightingale reports that the MLB team owners wanted the players to be vaccinated before spring training begins, and that heavy logistical lift of the tandem with the limited availability of vaccines will be means that spring training camp wouldn't be open on time. So that, in turn, will mean the regular seasons wouldn't start until May. And the 2021 regular seasons would span just 140 games instead of the usual 162. The Major League Baseball Players Association, according to the Nightingale, and does not agree with the timeline and is pressing to play a full 162-game slate. Prior to the 2020 regular season, players agreed to prorate their salaries downward based on the number of games played. After owners pressed for the salary consensation of the over the above the prorating, the state slate mate yelled the 60-game regular season. Obviously, players would not prefer less than their full salary for the second straight year, while owners would prefer not to pay those full salaries. 4月1日に予定されている来シーズンのメジャーリーグベースボールの開幕についてメジャーリーグ機構幹部や球団オーナーらが5月に延期することを望んでいると15日 USA Today 電子版が報じました。メジャーリーグ機構は選手やスタッフが新型コロナウイルスのワクチン接種後にキャンプを始めたい考えで、オーナーの一人は2月にキャンプを始められる可能性はゼロだ。たとえシーズンが140試合、120試合、80試合になっても全員が安全に臨めるようにしなければならないと語りました。選手会は感染対策の規約に沿った開催ができることを今シーズンで示せたとして、通常通り162試合制と給与の満額支払いを求めています。さあ続いて、 Okay, NHK poll over 30% want Olympics to cancel. So
More than 30% of response to the NHK option poll have said next year's Olympics and Paralympics should be canceled. Telephone surveys conducted over the weekend, more than 1,200 people answered the questions. Responders were asked whether they think the Olympic and Paralympic Games should be held in 2021. 27% of them said games should be staged, 32% said they should be canceled, and 31% said they should be postponed further. In a poll conducted in October, 40% of respondents said the game should be held, 23% said they should be canceled, and 25% should be postponed. They were also asked what they think of an explanation given by the former Prime Minister Abe Shinzo over the annual parties held for his supporters. Abe supporters gathered at parties at Tokyo Hotel and the eve of his annual cherry blossom viewing events. Investigation by prosecutors by the underway into the party's expenditures. 2% of them said found Abe's explanation very convincing, while 11% said they were somewhat convincing. The 33% said his explanation was not too convincing. And finally, 45% say they were not convincing at all. NHK は今月11日から3日間、全国の18歳以上を対象にコンピューターで無作為に発生させた固定電話と携帯電話の番号に電話をかける RDD という方式で世論調査を行いました。調査の対象となったのは2164人で 58% に当たる1249人から回答を得ました。桜を見る会の前日夜に開かれた懇親会をめぐる問題で警察は捜査を進めています。この問題について安倍総理大臣、前総理大臣の説明にどの程度納得しているかに聞いたところ、大いに納得しているが 2%、 ある程度納得しているが 11%、 あまり納得していないが 33%、 全く納得していないが 45% でした。そして来年に延期された東京オリンピック・パラリンピックの開催についてどう思うか、これ開催すべきと答えたのが 27%、 中止すべきが 32%、 さらに延期すべきが 31%、で中止すべきか開催すべき、中止すべきというのが開催すべきを上回ったんですね。で10月に同じ質問をしたときにはですね、開催すべきが 40%、 中止すべきが 23%、 さらに延期すべきが 25% で、開催すべきの方が多かったんですけど逆転してしまったということですね。以上、スポーツニュースでした。さあ、ジョークオブザデイ、はい、はい、先週の、ホームワークもう一回お伝えしましょう。はい、じゃあ行きましょう。はい、 Why do bees have sticky hair? Because they use honeycombs. さあ、これは何がアメリカンジョークだったのかということを、サムさんから解説していただけますか。 Okay, so why did the bees have sticky hair? だからなぜハチは頭の毛がこうめちゃめちゃしてるの、って言ったら、彼たちはハニコンボを使うんだ、結局口の代わりにハニっていうことで、でコンボ、でもハニコンボっていうのは本当はこうね、こう六がった形の蜂の巣ですよね。巣ですよね、それ示してるんですよ。まあコーンもスペリング一緒なんで、その口の意味と一緒で、でくっつけたと。なるほどね。はい、ヤスさんは、あ、もうその部分は正解してましたね。蜂の、蜂蜜のある蜂の巣、ハニーコームと口のコームをかけた、合わせたチョーク。惜しい、かけたんじゃないんだよね。でも、ね。まあ、でも似てるね。似てるね。そういう。そういうことなんですよ、ね。解釈できますよね。そうそう、そういう解釈もできます。ヘアトニックの代わりみたいな。そうそうそう。ヘアリキッドか。ヘアリキッドのね。でね、ナッシュビルから、ニッシュビルさんもね、おおよそ正解されてるっぽいですね。あ、そうです。はい。ナッシュビルの、ニッシュビルさん、ザッキュビルさん、もう名前が何だか分かんないですけど、こちらにね、いらっしゃるということで、その時に、はい。当選のものをね、お伝えしたいなというふうに、お渡ししたいなというふうに思います。
で、ヤスさんも、今ね、こう郵便事情が非常に悪くて、送ったものがなんか届くのにすごい時間がかかったりとかするんですね。で、どこかで手渡しでお渡しできる機会はないかなというふうに今考えているので、ね、なかなかね、こっちに来る機会っていうのは難しいですよね。そんな機会があったらお渡ししたいななんていうふうにも思います。はい。で、じゃあ、今日の、はい。うん。ね、宿題、うん、行きましょうか。行きましょうか。はい。Okay, today's homework will be、うん、What do lawyers wear to work? Lawsuits. はい。What do lawyers wear to work? Lawsuits. これもわかりやすいですかね。ねえ、うん、どうでしょう。ロイヤー、そしてロースーツと。弁護士。ね。何を着ていくんだと、ね、いうところですよね。この辺を、はい、考えていただければなと、ね、そういうふうに思いますよね。そうそう、なかなか今本当、うん、でもね、日本にクリスマスプレゼントを送ったらエアーで10日で届いたっていうふうにね、うん、書いてくださってるんですけど、こっちでね、郵便出したものがですね、14日で届いたっていうことがありましたね。やばい、じゃあ今日送ったら遅くなっちゃう。間に合わない。間に合わないかもしれないっていうね。ニューヨークまた行きたい人は先週取りに来てくださいましたね。はい。はい、いいスプーンだったんでしょう。はい、ありがとうございました。あ、さあ、そう、そんな話じゃない。もう一回、今週の。行きましょう。はい、ジョークをお願いします。はい。はい、What do lawyers wear to work? Lawsuits. これはもう分かりやすいかなというふうに思っております。はい。皆さんもぜひ考えてみてください。さあ、そしてですね、はい、これ、うん、まず、くまさん、E メールいただきました。はい、まず、くまさん。ありがとうございます。今日、かぶっている帽子、うん、はい、名前は分からないですけど、イギリス発祥のハンチングベレーっていうのって。ブレーですね。はい、確かに。ブレー？ベレー？ベレーか。僕もよく分かってないと思ってる。ベレー、うん、うん。でね、サムさん、はい、帽子は好きですか？まあ、寒い時だけ着るけど、普段はかけません。なるほどね。うん。うん、僕ね、野球帽とかね、本当は被りたいんですよ、ものすごい。うん、被るとですね、審判に見えちゃうんですね、なんかしないと、多分顔の形。決してなんかこう、かっこよくこう、なんていうの、かぶれる感じじゃなくて、かぶると、はい、野球のアンパイアに見えちゃうのがちょっと嫌なんで、かぶりません。はい、後ろ向きにかぶるとね、意外とね、自分では好きなんですけどね。はい、サングラスかければね、そう、サングラスかけるとね、気取って見える。そう、ありかなというふうに思いますけど。はい、で、これ、難しい質問来てますよ、来週でもいいんですけど、はい、これ、日本独特じゃないかな。サムさん、加齢臭ってわかります？加齢臭？うん。食べ物のカリーじゃなくて。魚？うん。そのカリーでもなくて。なんだろう。年を取った方から出てくる香り。そうね、ボディオーダーね。うん、それ、英語で今見てました。何て言いました？ボディオーダー。オーダー、オーダー。うん。あ、ボディ、オーデのね。そうボディオーダー。体臭の匂いっていうか。はい。はい、ってことは、それが年を取ってから出てくるってことは、うん、だからその体臭っていうのはボディーオーデル、まあ、ちょっと勉強してきますけど、うん、実際にね、年いった匂いでどういう言い方があるかもしれないね。え、はい、そうですよね。何でそうやって頼んだから、いや、そういう、はい、加齢臭、英語でなんていうのっていうのがね、来ましたから。そうですよ、お風呂入らない人はダメだ。どうなんですかね。寒いから入らないとか、ね。はい。あとね、まだちょっと日ははっきり決まってないですけど、うん、サムさんにはですね、はい、一度、うん、スイートディグズ LA に出ていただいてですね。ああ、あります。はい。日本の人に向けてもですね、はい。英語間違いあるあるみたいなのを、あ、いいですね。やろうと思います。やりたい。だからほら、前もちょっとね、うん、番組の中でも話しましたけど、はい。例えばね、うん、会議とかに行って、うん、アメリカ人がいて、うん、日本人がいて、あ、やばい、日本人が、これ日本語だからいいんですよ。うん、あ、そうって言った時の、そうね、うん、
相手のリアクション、リアクションとかね。そう。あとね、例えば、例えば、うん、コックさんね。そういう話を、うん、ちょっと手島さんと3人で、したいね。したいなというふうに思ってますので、はいはい。チルチルチルさんは、日本語間違いあるあるなんかもね、うん、逆に、ね、英語の方が日本語を聞いて、はい、何その日本語って、そう。間違いって覚えたりとか ね、そういうのもあるかもしれない。そうそう、あれこれき、あれ大丈夫という感じね、うん。そういうのもあると思いますので、はい。はい、そんなのも、ぜひ、皆さん、出演のね、日が決まったら、この番組内でお知らせしていきますので、はい。はい。ということで、あ、もうこんな時間だ。サムさん、もう、このテーマ曲が流れてくる時間になりました。はい。はい。では、お願いします。Okay. So, here we hope you're enjoying so far for the Wednesday's LA Morning Part 2. It's coming close to the end on the 21st broadcast on December 16th.So we are open to any topics, suggestion coming from you to talk about them in this program. So please send your messages using our request form from the website, or you can email to radio@tjsla.com. Or if it's easier for you, you can send your messages from the YouTube channel using the chat function. So please search us by the keywords TJS Space Radio during our live show.And also, don't forget to see our studio cam outside. It's very interesting. And you can access them by the website, www.tjsla.com. So, see you next week on Wednesday at 9 a.m. on TJS Internet Radio. さあ、お別れの時間というふうになりました。ね、もうここにもすでに、ありますけど、例えば、さくらちるちるちるさん。アメリカ人の友達の息子さんが、うん、おてんば娘って書いてある T シャツを着てるの注意しにくい。あ、娘じゃないしね、うん、息子さんですしね。そうだ、はい、ねえ、うん、英語間違いあるある、あ、まあね、いろいろありますけど、はい。さあ、ということで、この番組はお別れの時間が近づいてきました。来週もですね、今日登場してくださったステファニー・ヤネズさん、はい、登場してくださいますし、で、来週までにですね、まあ、そのホームワークももちろんですけど、サムさんへのね、質問、英語の質問とかね、うん、それこそ、これなんて英語で表現したらいいのみたいなのもありましたら、E メールでお送りください。はい、お待ちしております。E メールの方、radio@tjsla.com、radio@tjsla.com、あるいは TJS ラジオウェブサイトトップページにあります、メッセージフォームからもお送りいただけます。たくさんのご応募お待ちしております。さあ、では、今日の最後の曲を、はい、ご紹介ください。Okay, the last song for today is 涙の太陽 by Maria Anzai.今日誕生日ですね。誕生日ですね、はい。ということで、お付き合いくださいましてありがとうございました。お相手は私、新海圭輝と、サム・ヴァンデンブルグ。See ya! お疲れ様です。ですね。来週もね、面白いインタビューが聞けるので、そうそうそう、楽しみですね。そうか、スイーツビーク税で。うん。でも、サムさん、火曜日は忙しいんだもんね。いや、来れるよ。本当？うん。そしたら、例えば来週の火曜日とかはどう？うん、お時間なんです、朝ですね。午前中の、例えば10時から、頃からとか。来れるといいかなと思います、うんうん、そうですね、うん、カメラの仕事入ってきて、そうそう、それがあるから、いやいやいや、いいんですけど、うん、だから12時ぐらい終わって1時入ったら多分5時間ぐらいできる。あ、大丈夫です、やりましょう。とか遠く行くんですか？カラバスです、うん、カラバスじゃない、そうな、逆、うん、カルバッドか。あ
すごい、遠いですね。これまで1時間だったね。いや、今日の話はやりましょうか。はい、ぜひぜひ。お願いします。なので、火曜日、来週月曜日じゃなくて火曜日でもいいですよ、打ち合わせ。一緒に。ああ、そっか。どちらでも、月曜日ももし大丈夫だったりするんですけど。そうね、感じないだけの話で。そう。火曜日収録して、やりましょうよ。ちょっと面白そう。呼んだ、うるさい呼んだよ。うん。ね、安西さん。今日のステファニーのインタビュー、データがあれば、日立のところに入れます。東芝ね。あ、東芝。東芝に行ってた。東芝に。フォルダとかないんで直に入れちゃいますね。どっか NA モーニングとかパート2。パート2とか入れましょうか。入れてくれ。あ、皆さんありがとうございました。そう、ニックさん、重低音で聴いてください、重低音で、金曜日は、音楽なんで。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあ、YouTube 閉めますね。はい。ということで、ハジャジャでした。ハジャジャでした。See ya! Next week!